はい、どうもです。親父のね、冷食ワールドの時間でございます。今回はね、こちら日清さんのね、日清焼きそば、何？特製スパイシーソース。1人前100円ぐらいで買えるものですね。うん、今回これを買ってみましたんでね、これを食べてみたいと思います。ズッズババババババーン！というわけで完成、すでに完成はされとるわけなんですけど、早速これをね、食べていこうと思います。微妙に見えないっていうね。なかなかでもね、キャベツとか人参混ぜ込んじゃったんですけどね、結構いっぱい入ってました。お肉は入ってないですけど。で、青のりと紅生姜チューブをね、やっております。で、今日はね、ちょっとどうしようかなと思ったんだけど、ブリカマと、サバの塩焼きをね、クッキングペーパーでさ、焼いたんで、それをね、食べようと思います。いただきます。はあ、疲れた。今日は残業だったんでね、ちょっといろいろ買おうと思ったんだけど、あんまり美味しそうなのがなかったんで、サラダ。そろそろね、春キャベツなのかな。おいしい。みずみずしくて、柔らかい。あれどこだっけ？1話目で撮った焼きそば2食入りの、あれもこれだったかな。でもあれお肉も入ってたんだよね。うん、おいしい。これ明太子みたい、このチューブの紅生姜。4分で完成しました。スパイシーっていうよりは甘みを感じるな。魚何からいこうって言いながらも、サバをもうやっちゃってます。うん、いい塩加減や。ああ、美味しいね。脂が乗って、でもこの間食べた方が脂乗ってたな。やっぱりお肉は欲しいね。327キロカロリー。うん、美味しいね。
どうなんだろう、カップ焼きそばよりはいいのかな。